熱海市の土石流災害を受けて作られた盛り土規制条例が今日施行されました。県には早速盛り土に関する情報が寄せられています。今日施行された県の盛り土規制条例は、違法な盛り土を取り締まるため厳しい審査基準のある許可制や罰則の強化などを盛り込んでいます。県は出先機関を含めておよそ250人体制で、今年3月末の時点で県内に193ある違法な盛り土の監視を進めるとしています。もしもし、盛り土110番今ですね、今日は県民からの情報を受け付ける盛り土110番の運用を始めました。そういう土砂が流れ込んできている、盛り土から流れ込んでいるというようなことで困っている人って実際にやっぱいてですね、盛り土110番という窓口を作ったことで気安く相談にしてくれているのかなというのを感じました。県民の皆様方がですね、一緒に監視をしながら進めないといけないと思ってますので、県民の方もですね、ぜひ盛り土110番に投稿していただいて、一緒になって監視体制を強化していただきたいなと思ってます。また盛り土専門のパトロール隊、盛り土監視機動班も現場の確認に出発するなど、危険な盛り土の規制が本格化しています。